ビリー・レイ・バトラーは、アメリカ合衆国フロリダ州、クレーン、オレンジュパーク出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2004年の MLB ドラフト1巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、プロ入り。同年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホ・フォールズ・チュカーズで、プロ1年目を終えた。2005年は、A 級ハイデザート・マーベリックスと AA 級1だ。 ラングラーズに在籍し、カロライナリーグの最優秀新人に選出された。2006年も AA 級一打でプレー。119試合に出場して、打率。331.15本塁が96打点という成績を残し、オールスターフューチャーズゲームでは MVP に選出された。2007年5月1日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、 メジャーデビューを果たしたが、10試合にメジャーで出場した後にマイナーへ降格。6月19日にマイクスウィーニーが故障者リスト入りしたため、メジャーに復帰。ロイヤルズで92試合に出場し、打率292.8本塁が52打点の成績でメジャー1年目を終えた。二千八年は前半戦終了時点で二本塁打十九打点という、 数字しか残せていなかった。しかし後半戦は57試合の出場で打率305.9本塁打36打点という成績を残した。2009年はチーム1位となる183安打51二塁打58死球93打点を記録。二塁打は春間クレーに次いで球団歴代2位となった。2010年は 158試合に出場していずれも自己最高となる打率318.189安打を記録した2011年1月22日に4年3000万ドルでロイヤルズと契約を延長したこのシーズンから打撃に専念するため指名打者で出場するようになった自己最多体となる159試合に出場し打率291.19本塁が 95、打点という成績をマーク。3年連続打率3割には届かなかったものの、打点で自己記録を更新した。2012年は、キャリアで初めて、オールスターに選出された。この年は、キャリアイヤーとなり、アンダー本類だ、打点等の部門で、自己最高の数字を残したほか、打率も2年ぶりに3割台に復帰した。シーズンオフ。 シルバースラッガー賞にも選出された。2013年、全162試合に出場したが、打撃部門の多くで前年より数字を落とした。2014年、チームはアリーグを制覇したが、バトラーの成績は不振だった。10本類ダミマンに終わったのは、デビューイヤー以来のことであった。シーズンオフにオプションを発揮され、FA となった。また、後日の移籍が決まった後には、 地元の有力紙、カンザスシティスターの広告ページを1ページ自腹購入し、感謝のメッセージを載せて別れを告げている。2014年11月19日にオークランドアスレチックスと総額3000万ドルの3年契約を結んだ。2015年は7年連続150試合以上となる151試合に出場した。二塁がを28本放って、 通算302塁打を達成。ホームランも2年ぶりの15本以上だったが、前年の自己ワーストをさらに更新する打率。251に止まった。2016年8月19日に、クラブハウス内で、チームメイトのダニー・バレンシアと特っくみ合いの喧嘩し、その影響で DL 入りした。この影響もあってか、9月11日に自由契約となった。この年は、 チームを出るまでに85試合に出場し、打率276.4本類が31打点という打撃成績だった。2016年9月15日にニューヨークヤンキースとメジャー契約を結んだ。ヤンキース加入後は12試合に出場。打率345.1本類が4打点だった。オフの11月3日に FA となった。以降は、 いずれの球団とも契約を結ぶことができず、正式に引退発表はしていなかったものの、2018年にはアイダホ州のソフトボールリーグでプレーした。2021年より独立リーグパイオニアリーグに所属するアイダホホールズチュカーズの打撃コーチに就任した。ありがとうございます。